はいどうもみなさん、こんにちは。ゆきです。今日は、ちょっと本使わずに、一個だけお話ね、していきたいなと思います。で、今日なんですけど、えっ、ー、と、まあ、これね、初心者の方向けです。初心者の方向け。なんですけど、どのコインを買ったらいいんかなって思ってはる人ね、結構いらっしゃると思うんです。もう、何千種類ってあるからね。ま、あその、アルトコインっていうのですけど、まあ、ビットコインは一種類だけ。で、何を買っていけばいいのかっていうところなんですけど、 まあ僕はね、三つだけ、出川哲郎スタイルの三。三つだけ、あのー、押さえておいてもらったらなと思います。で、一つが、まあ、それはね、当たり前、ビットコイン。これ必ず押さえておいてください。で、次が、イーサリアム。これ、まあ、ちょっと、聞いたことある人もいるかも。結構有名です。と、リップル。この三種類ね。ビットコイン、イーサリアム、リップル。 この3種類だけ押さえておいてもらったら、とりあえず、いけるんちゃうかなと思います。まあ正直なとこう、まあ知名度で言うと一番、それはビットコインが高いので、まあ主流に持っといてもらって、で、えー、イーサリアムとリップル。この2種類を、まあサブで持っとくっていう感じでいいんちゃうかなと思います。で、まあ今かなりね、ビットコインも上がってきてます。まもなく100万円台とかっていうところにも差し掛かってきてるんですけど、もう正直いつね、それは暴落するかわかんないんですよ。 90万が100万ある可能性もあるし、それこそ70万とかに落ちる可能性もあるんで、で、全部ビットコインっていうよりは、ちょっと分散したして3種類とかっていうのが、まあ今のところベターかなと思います。ただね、あのー、皆さんのお金なので、あのー、情報だけを信じて損するっていうことがないように、一応まあ頭の中に入れとくぐらいの感じで覚えておいてもらえたらなと思います。なので、まあ今日の動画は、まあ何がいいのあのー、仮想通貨買うんやったらっていうところですね。 仮想通貨買うんやったら、ビットコイン、イーサリアム、リップル。この3種類ね、あの3名柄覚えておいてもらえたらいいかなと思いますので、ぜひ押さえておいてください。ですね。まあ以上です。まあ簡単なことやったと思うんですけど、まあ結構ね、迷われてる方多いと思います。で、今結構ね、仮想通貨もかなりこうね、値段が上がってきてるもの、高騰してきてるものがあるんですけど、まだ多分初心者の方が草コインに手を出すのは早いと思われます。 どうしてもね、リスクが伴いすぎるので、リスクが大きすぎるので。だからハイリスク、ハイリターンやったらいいんですけど、ハイリスク、ノーリターンの可能性が全然ありますので、そこだけね、必ず注意して、あの、仮想通貨の方ね、投資していけるようにしてください。はい。以上です。ちょっとね、短い動画でしたが、えっ、ー、とー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。まだね、ぜひご覧ください。いろんなことあげていきますので、あの、チェックしてください。あのー、ね、いつも言ってますけれども、気になる方、チャンネル登録お願いします。 あとね、グッドでもバッドでも構いませんので、必ずね、評価ボタンを押してください。お願いします。あとね、ついでにね、コメント欄ね、時間がある方はね、ぜひ残していただければ返信していきますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい、では今日はここまでまたお会いしましょう。バイバイ。